皆さんこんにちは、はい、これからですねマンション管理士と、管理業務主任者の講座説明会ですね、約30分程度お話しさせていただきます。担当はレック専任講師の大浦です。よろしくお願いいたします。はい、で今日の、講座説明会なんですけども、タイトルはですねこちらですね、宅建と賃貸の知識を生かして合格を目指す。それで、今日のメインになるところはここね、共通科目はここを押さえて攻略しよう、ね、ここのところを中心にねお話を進めていきます。はい、では早速ね限られた時間ですのでね内容に入っていきますけれども、まずね、今日の目的なんですけれども、宅建とあるいはこの賃貸経営、不動産経営管理士ですね、すでに学習された方、それから今年ですね、まあ、こういった試験、複数受験しようとされている方ですね、どちらの方もですねぜひね参考にしていただきたいと思います。はい、でレジュメの方はですね、このレジュメですけれども、各校舎で受けられている方はすで、にお手元にあるかと思うんですけれども、ウェブでご覧になられている方は、せっかくですからねダウンロードをしていただきたいと思います。はい、それでは内容に入っていきますね。はい、まずですね、レジュメの1ページのところですけれども、まあ、この上のところね、これは、マンション管理士管理業務主任者の試験の概要ですからね、後ほどまた確認をしておいていただきたいんですが、少し触れておきたいのが最近5年間の受験生のデータですね。でこちらご覧いただくとですね、マンション管理士は、もうこの1桁のね合格率というところで、合格点も38とかね38点37点ですから、まあ50問で1問1点50点ですから、まあ8割弱ですかね、この得点が必要である。でこの2022年度ね、これ問いの4と没問から問いの9が選択肢の2番3番が正解ということで、まあ、その影響もあってですね、得点がこれ40点に上がってます。それから合格率も 11.5 ですけれども、そういった没問とか割れ問がなければ、まあ、37点8点のラインですね。ですから8割弱を得点していくと。で管理業務主任者についてはずっと 22% 前後の合格率 で点も34点前後ですねできてたんですね。で2006年では、まあ、32点とかそういう年もあったんですが、近年こう3年ですね、点が少しずつ上がってきてるんですね。37、35、36ですね。でこの2年間直近では合格率も 20% を切ってきていますので、全体的に問題そのものは、簡単に液化はしていないんですけれども、この合格点が上がってきているというところはね、少し注意をしておく必要があるかと思います。はい、それでは、今日のメインのタイトルですね、宅建賃貸の知識の共通科目、ここを抑えて攻略しようというところに入っていきます。はい、それでは皆さんお手元のレジュメね、3ページ、2ページを少し飛ばして3ページをね見ていただきたいと思います。はい、こちらは宅建の試験との親和性ね、まあ似ているところというところなんですけれども、宅建の試験の経験者、あるいはこれから受験されようとする方ね、2つの試験取ろうとされている方、こういった方々はこの法律系っていうのはね、だいぶこのベースが出来上がってるんですね。で、こちら見ていただくと、このマンション管理士、管理業務主任者、区分所有法の出題が非常に多いんですよね。で宅建の試験では、これ必ず1問出てきますので、そういった意味では、まあ、ベースはもう出来上がってるんですよね。ただここの問題数が多いので、
宅建の知識をこう全般的にこう広げていきながら、あまりね宅建の試験では出てこない敷地とかね、それから建て替えですよね、それからマンション管理士なんかでは非常によく出てくる団地、こういったところの知識をこう加えていくということが必要になってきます。ただベースは出来上がっていますので、時間をかけてね丁寧にやっていかれるといいと思います。でもう一つが、こちらにあるんですけれども、標準管理規約ですね。で区分所有法の理解が前提となるので学習しやすいと。でこれどういうことかというと、この区分所有法でこのマンションごとの規約でね別段の定めをしてもいいですよというね規定があるんですね。でこの区分所有法と違う規約で別段の定めをしたものが標準管理規約なんです。ですから勉強のねポイントとしては、区分所有法を一つの原則論と捉えて、標準管理規約は区分所有法の例外にあたるとね、このような形で学習をされるといいと思います。だから、区分所有法が理解の前提となるので学習しやすいということになります。標準管理規約は例外の中でもこれこう厳密な法律ではないので、こう幅を広げて提案をしてるんですね。でその提案をしているのがコメントということで載ってきます。でこのコメントから非常によく出題されていきますので、まあ最初は管理規約条文の方を覚えながら、まあ学習が進むにつれてね、このコメント欄というところにもね必ず目を通しておいてください。はい、で続いて、民法その他の法令ね、ここは安心をしていただきたいのは、全体的に宅建の試験よりは優しいレベルなんです。だから宅建の知識があれば、十分対応できるというところなんですが、一つ特徴的なところがあってですね、このほぼ毎年と言っていいほど出てくるのがここにある民法なんですけどもね、消滅時効が出てくるんです。だから時効の更新ね、それからまあ更新の一歩手前ですけれども、時効の完成猶予ですね、こういったところをはもう必ず出てくるという前提で、ね学習してください。それから借地借家法なども、頻度が高いところ、これは宅建の知識がそのまま使えます。それからここに宅建業法ってありますね。でこれは主に管理業務主任者、管業のところなんですが、35条の重要事項説明、ここの記載内容というのが非常によく出題されます。でこちらは宅建の試験でマスターしていれば必ず1点取れますので、こういった知識を生かしてですね得点上げていっていただきたいと思います。でマンション管理適正化法というのは宅建業法と似た規定が多いと、これは5ページのところでね説明をしていきます。で宅建の学習をされている方の強化をしていかないきゃいけないところがここから下なんですよ。管理実務、会計、建築設備ね。で管理実務、特に管業はこれが8問出てきます。それで、委託契約書ってあるんですけども、これがだいたい3問ぐらい出てきて、これ点数取りやすいです。だからこの委託契約書を中心にですね、足固めをしていかれるといいと思います。それほど難しいものではないです。それからポイントのとなるのがこの会計ね、これはもう全く未知のものなんですが非常にマスターしやすいです。
非常にマスターしやすいんですね。ですから短時間で得点源にすることができます。得点源ですねにすることができます。はい、したがって、もうすでに宅建の学習は経験されている、終わられている方はこのものすごく馴染みづらいんですよね。この会計で複式簿記の仕分けなんていうとえっと思うんですけれども、もう一定の法則に従って右と左こう振り分けていくだけですので非常にマスターしやすい。だからね、ここからこれをね、最初の段階でね、ここを取り組んでいくっていうこともね、一つの方法になるかとは思いますのでね、ここはもう絶対に得点源になるというところでね、学習をねしていっていただきたいと思います。はい、それから、ちょっとプレゼンターの方に戻りますね。この建築設備ですね、これが問題数が多いんですけれども、ほぼ新たに学習する科目なんですよね。だからまあこれ三角なんですけれども、まあ×に近い、限りなく×に近い三角なんですよ。ただ5問免除の型を除くと問いの50でですね、建物が出てきて、まあこことですね、延長上の広がりがあるというところなんですね。ただし非常にここ範囲が広いので、まずはですね、インフラ関係ですね、まあインフラっていうかね、インフラ一口に言ってしまうんですけれども、生活に欠かせないものとしてですね、給水排水とかですね、それから消防関係の設備ね、こういうところの頻度が高いんですね。で、頻度が高いっていうところは繰り返し出題されているという点が1点と、過去問が多いってことなんですね。で、過去問が多いということは勉強しやすいので、まあ給排水ですね、それからそれに関連する事項ね、それから消防設備関係、それから今日、終わりの方で触れますけれども、建物のね構造とかね、こういったところ、それから最近の社会情勢なんかを見ていると、断熱だとかエネルギー関係、省エネですね、こういったところもね、一通りね目を通されておかれるといいと思います。ただ何せこのね範囲が広いんですよ。だからね、ここはあえてね言ってしまうと、問題数多いですがあまり欲張らず、3問から5問程度を確実に取っていくという勉強されるといいです。それから知識がなくてもこの常識で解けてしまうような問題も時折見受けられますので、この常識をプラスさせてですね、まあ3点から5点を確実に取れるようにしていくという学習をねお勧めします。それからこれは最後に触れますけれども、この設備系っていうのはね、割とね特殊なキーワードが出てくるので、キーワードを押さえておくとですね、内容を理解できることがありますので、これは後ほどね紹介をさせていただきます。それから設備系の法令ですけれども、ここについてはですね、建築基準法をすでに宅建の勉強ではやっています。で、集団規定を主に勉強されていると思うんですが、マンション管理士管理業務主任者は単体規定ですね、高さ20メートルを超えると飛来設備、31メートルを超えると非常用エレベーターとかね、こういった単体規定が中心に出題されますので、ここをね少し広げていっていただければと思います。はい、では続いてレジュメの4ページに行きますね。はい、今度は宅建の試験ではなく賃貸管理試験とのまあ共通項というところなんですが、これ宅建の試験とはね全く逆になるんですよ。宅建の試験はこの上の法令系が非常にこう被ってるんですね。ところが賃貸経営管理士はこの区分所有法と標準管理規約が、これは丸々新たに学習するんです。これだけ問題出題されるので、これ大変だなと思うかもしれませんが、
身体管理士試験をすでに勉強されている方の大きなアドバンテージですね。これが宅建の試験とは逆にこの後半の部分が出てくるんです。で、特にこの建築設備のあたりでは維持保全の学習がね、そのまま活かせるんですね。で、私も実際に受験をした時に、僕の場合は管理業務主任者を先に、まあ、合格していて、マンション管理士とですね、で後から賃貸不動産経営管理士、こちらを受験したんですけれども、本当にね、設備関係の知識はかぶってます。でかぶってますので、ここの部分がかなり省略されます、学習の中ではね。ですので、とにかく的をここに絞るといいです。この区分所有法と標準管理規約ですね。で、この2つのところをとにかく重点的に強化していくと。強化ですね。はい、それで勉強の仕方は原則論と例外論。で、例外論の中でもコメント欄からの出題が多いと。これはあの、ね、宅建の試験の経験者と同じ形になりますのでね、まずここのところにじっくりと取り込んでいくと。それから民法その他の法令系のところですもんね。ここも学習範囲が広がるんですけれども、でもこの賃貸管理士で学習済みのところも多いです。特に借地借家法とかね、こういったところはあのもうそのまま出てきますのでね、かなり時短ができます。だからその分もね、こちらのね、区分所有法だとか標準管理規約、ぜひね、回していただきたいと思います。で、適正化法ね、マンション管理適正化法というのは、賃貸住宅管理業法とね、似ている点が多いので、ここも学習しやすいです。ですからそれも踏まえてね、しつこいようですけども、区分所有法等、それから標準管理規約ですね、これは問題数も多いですから、ここを徹底的に強化をしていくと。はい、そしてこの管理実務、ここもですね、先ほど宅建とのねところでも触れたんですが、管理実務ね、8問出ていくうちにやっぱり契約書って出てくるんですよ。で、この賃貸経営管理士と、それから賃貸不動産経営管理士ですね、それと管理業務主任者の共通項は物件を管理するっていうところがまるまる同じなんですよ。これキーワード共通してるんですよ。で、ただその管理する物件が賃貸なのかで、管理業務主任者は分譲なんですよね。そこの違いだけなんです。だからそこを意識して勉強されると区分所有法等にも役に立ってきますので、管理業務主任者マンション管理士は分譲、そして賃貸管理士試験は賃貸物件とね、これは頭の中にずっと入れてね、繰り返されるといいと思います。はい、そしてですね、この会計のところも賃貸経営管理士ではこのやっぱり管理っていう視点があるので、計算書類だとかね、先ほど宅建では全くやっていないこの仕分けだとか、こういったところをすでにね、税金もねやってますね。で、こういったところの知識がそのまま活かせるんですね。ですから、特にですね、強化するところは上で強化しますけれども、このあたりもね、確実に点取れる下地がベースが できています。だからこのあたりのベースはね、もう OK として出来上がってるんですね。だから今度は管理業務主任者マンション管理士の過去問をやっていくというところですね。からやっぱり大きなアドバンテージね、建築設備というところね、これはそのまま活かしていただきたいと思います。もうここの強化に集中をしていくというところね。で、民法については先ほど申し上げましたように消滅事項ですね、から宅建業法のところのね、重要事項説明なんかもね、合わせてね、学習されるといいかと思います。はい、それではですね、レジュメの5ページに行きます。で、具体的に
宅建の試験と満貫完了の過去問の比較というところなんですが、これが先ほど述べた、これは宅建業法なんです。向かって左側ね、宅建業法のからの出題なんです。で、向かって右側は管理業務主任者の出題なので、ここが適正化法の出題なんですね。で、これが非常によく似ているというお話をね、先ほどしました。じゃあどのように似ているかというところですね。で、こちらについては、3ページですね、レジュメの3ページのところで適正化法ね、かなり似ているのは5ページでね、説明しますと申し上げたのがこの5ページのこの問題になります。それでね、これね、用語を置き換えるだけでね、ほぼね、理解できてしまうんですね。で、こちら一番上ね、これは宅建業法ですね。宅地建物取引支障の交付を受けようとするものって始まってますよね。で、完了の出題なんですけども、ここは管理業務主任者の交付を受けようとするものって始まってるんですよ。つまり宅建の学習が終わっている方は、この宅地建物取引支障の交付っていうところを管理業務主任者の交付と言葉を置き換えるだけで、内容はまあ9割同じなんですよ。でね、例えば違う点を挙げるとね、宅建業法のこの交付を受けようとするものは都道府県知事ですね。都道府県知事が指定した講習を受講するんですが、管理業務主任者、こちらは登録の講習機関が行う講習、こういったところでね、細かい違いはあるんですけれども、大筋は一緒なんですね。じゃあついでなんですけども、これ×誤りですね。なぜ誤りかっていうと、受講は申請6ヶ月前ですから、この90日30日ですね、90日30日、これがどちらも×です。だからしたがって、この×の部分、誤りの部分も実は同じっていうことなんですね。ごめんなさい、これ引きますね。ですから、まあ、言葉置き換えていくということだけで内容の大筋が同じだから、似ていて学習がしやすいってことなんですね。はい。で、ちょっと時間の関係で一番下いきますけれども、これは宅建業法で35条37条の書面の記名ですね。記名です。はい。そして右側、適正化法では契約成立時、これは完了の試験では73条書面といったし、契約時の書面の作成なんですけれども、ここにも書面を作成するときにはこの記名させなければならないってありますよね。で、どちらもこの記名は専任である必要がないんですよね。パートアルバイトでもできます。だからここももう置き換えるだけで、35条37条を契約成立時の書面と置き換えるだけで内容は同じなんですよ。だから勉強しやすいっていうことですね。で、ちなみに専任のって出てくると設置義務ね、5人に1人以上とかね。で、管理業務主任者では原則30組合について1人、設置と出てくると専任ですけれども、記名と出てくると専任である必要はない。だからここもね、×の部分がね、同じなんですよ。上と一緒なんですね。だから非常に勉強しやすいとね、ちょっと一例をね、ご紹介いたしました。はい。では続いて、6ページですね。こちらに行くと、賃貸管理士と満貫完了の比較というところで、これは賃貸管理士から来てますから設備系ですね。でね、設備系はね、キーワードで覚えちゃうといいんです。で、簡単に言うとね、ここにね、コンクリートってありますね。コンクリートってね、試験対策上のキーワードって水なんですよ。で、コンクリートは水が入っているので乾燥するとひび割れが生じやすいんですね。で、ひび割れが発生しにくいとなっているので、これが不適切で正解ってなってくるんですよね。ちょっと
全体映しますね。ごめんなさい。ね。でね、今日ちょっと覚えちゃいましょう。せっかくね、まあ、お越しいただいたりご覧になられているので、今日覚えちゃいましょうということで、ここにラーメン構造ってあります。ラーメン構造のラーメンは、ドイツ語で額縁って指すんですね。だから、この枠組みなんです。で、この枠は何かっていうと、柱と梁なんですよね。で、この柱と梁を強く接合する。ラーメン構造は柱と梁を強く接合するって覚えていくんです。で、これ骨組みですから、これを枠を作って、まあ、高くこう、構想のものが可能であるってことなんですね。ラーメン構造は枠、柱と梁の枠でこれを強く接合するってね、今日覚えちゃってください。はい、それからね、CLT 工法ってここに出てきているんですけれども、これは2016年から、まあ、あの建築基準法上のね、細かい規定が定められて広く一般に使われるようになったんですが、 CLT と出たら木質です。でね、この L っていうのはね、これはまあ、英語ですけれども、まあこれ全然覚える必要ないんです、覚える必要ないんですが、ラミニイテイドって言って、これ平板を指すんですね。平板のことなんです。で、この T はティンバーといって木材なんですね。それなので CLT は木質系、平板とかね、こういったキーワードでね、あとね、繊維方向が直結するように交互に貼り合わせる。CLT 工法は木質、平板などを交互に貼り合わせるって覚えておくといいです。で、これはね、これからどんどんこう伸びていくような建築工法と言われているのでね、一つマークをしておいてください。で、その下、壁式ってありますね。で、壁式と出たら、ラーメン構造と異なりとなっていますが、柱が存在しないんです。壁式構造とは、柱が存在せず、壁で支えるから低層住宅。壁式は柱がなく壁で支えるね、耐力壁ね、で支えるので低層住宅とね、このようにね、覚えてください。はい、で最後ですね、7ページに行きますが、これは満館からです。はい、では不適切でないものどれかですが、2番ですね、コンクリートって出てきましたね。コンクリートは水でしたよね。水だから当然湿っている。コンクリート水だから湿っている、だから適切だってことになりますね。で、鉄骨構造は強いんですが、宅建との絡みのところでも申し上げましたが、常識でも溶ける時があるとね。で、鉄は強いけど熱とか錆に弱いですよね。だから耐火被膜だとか、あるいは防水処理ですね、これが必要である。だから適切ってことになります。で、この3番の知識を生かして1番を見ると、鉄筋コンクリート作りは鉄筋をコンクリートで被覆した構造形式であると。つまりコンクリートのアルカリ性で鉄筋が錆びないように保護してるわけですよね。で、さらに熱からも守る。ただしコンクリートはむき出しになっています。で、これは外的要因から中和性が起こることがありますので、鉄は保護しているけれどもコンクリート自体はむき出しだから中性化が起こることがあり得るということで起きにくい。ここで不適切で、不正解ということになります。はい、それでは短い時間ね、30分間でしたけれども、まあ私としては皆さんにですね、宅建の試験とマンション管理士管理業務主任者、賃貸管理試験と管理業務主任者、マンション管理士ですね、非常に関係性が深い、だったらば、
せっかくこれ不動産の、資格というね、くくりになっていますのでね、せっかくの知識をね、生かさない手はないだろうということに、趣旨を置いてでお話をさせていただきました。ぜひですね、すでに持っている知識を生かして、不動産の資格ね、増やしていっていただきたいと思います。はい、それではね、ちょうど30分経ちましたので、これで私の講座説明会終わらさせていただきます。お疲れ様でした。